今、ベトナムのホーチミンにおります。今日はですね、明日飛行機乗るんですけれども、これがちょっと朝早いんで空港付近の宿を予約しました。今日泊まってる宿、個室なんですけれども、1泊日本円だと1300円ぐらいかな、1000円ちょっとで泊まれる個室ってどんなもんなのかなということで、ちょっとご紹介したいと思います。お部屋こんな感じです。ダブルなんで、多分これ2人で泊まっても同じ値段なのかな、多分。で、これ冷蔵庫。これ今、僕、たった今チェックインしたばっかなんで、これコンセント、外れてますけど、ここにコンセントあるんで、つければ全然動きます。ちなみに中は空です。自分で何か買って、冷やしたいものがあれば、入れればいいんじゃないかなと思います。で、これテレビ、コンセント、これも外れてますね。見たかったら、これつければいいんじゃないかな。これ電話、多分この手に繋がるのかな。これがバスタオル、タオル系がついてて、これ多分歯ブラシとかじゃないかな。歯ブラシが2つと櫛がついてるかな。この袋の中に入ってました。2人でも、2人泊まる前提で用意されてるのかな。僕1人なんで1本しか使わないかな。こちらがトイレです。これ洗面台、トイレ。で、これがシャワールーム。これがボディーソープ、ボディーウォッシュとシャンプーもついてます。で、シャワーももちろん出ると。お湯出ます。一つ気になったのが、トイレットペーパーがついてないと。多分これ忘れてんじゃねえかな。多分フロントの人に言えばくれると思います。ざっくりと。こんな感じです。場所はね、ちょっと街から離れてるんですけれども、今日の僕みたいに翌朝フライトが早いとかね、泊まるだけなんでね、全然いいのではないでしょうか。ホテル、こんな感じです。このホテルの名前なんだったっけ、レッドローズ、発音よくわからないんですけれども、概要欄に、Google マップでこの場所の URL とか、ホテルの名前とか概要欄に載せておくので、気になる方はよかったらそちら参考にしてみてください。というわけで最後まで動画見ていただきありがとうございました。